吉田さん、まあ朝はどんどん来ますね。こうやってビジネスのことを考えながら日々を過ごす中で、まあいきなりね、全部が自由な暮らしってのはないと思うんですよ。吉田さんとか私のようなね、暮らしってのはいきなりないと思うんですよ。まあでもさすがに吉田さんはいきなりこういう暮らしだったような気もしますけどね。まあなんか最初から少ないアクセスと根性で、ね、なんか、最初の賃貸の契約費用をね、もぎ取ったような感じだと思いますけども、まあそれは特別だとしておいてでもですね、今とりあえず安定した暮らしの中でちょっと収入増やしたいなって方が、なんかネットでビジネスを始める、ネットじゃなくてもいいんですけどビジネスを始めて、いきなり月収100万ってのはそれはなかなか一部の人だと思うんですよ。それは確かにそうだと思いますけども、じゃあプラス10万とかどうかなと思うんですよ。もしくは毎月安定してプラス5000円とかね。で、副業を学び続けてる人でも、じゃあ毎月毎月5000円入ってくるような自分なりのビジネス作ったかって聞いたら、できてますっていう人はどうなんでしょうかね。聞き取ったことはないんですけども、5000円はできるだろうみたいな、いや5000円じゃなくても毎月1000円でもいいよ、どうだみたいな気がするんですよ。それこそみんなの銀行を月に1個ね、口座開設を成功するだけでもそれが達成するわけじゃないですか。自己アフィリエイトを月に1件やっただけでもいきますよね。多分その積み重ねがビジネスであり、その積み重ねが自分の実績実力を上げていくことだと思うんですよ。あとはそのね、頻度ですよね。月に1回自己アフィリエイトをやったら月に1回の自己アフィリエイトのノウハウしか身につかないけども、でも毎日1件やったら月に30個の自己アフィリエイトのスピードもつくし、タイピングもそれから概念も入ってくる、規約もだいぶ覚えれてくると思うんですよ。つまりは指導力がだんだんついてくるのかなと思います。あといっぱいやればやるほどつまずきもあると思いますので、どんなところで人がつまずくのかってことも自分の体験をもとにお話しできると思うんですよね。そうするとコンテンツ力も上がるし、人を動機づけることもできると思うんですよ。で、自己アフィリエイトでずっとやってきましたとか、毎月3000円だけでも稼いでますみたいな人で教わる人っていうのは多いんじゃないかなと。毎月100万とかね、いきなり思うから毎月5000円すらできないと思うんですよ。だからまずは毎月5000円を安定させることはできないかな。毎月5000円のノウハウを持ってる人ってのはいないかなというふうに探すと、それは多いんじゃないかなと思うんですよ。いや別に私に聞いてくれてもいいですよね。吉谷さんに聞いてもいいと思いますし、毎月5000円稼ぐとしたら何やりますみたいな。非常に簡単ですよね。1000円の商品作って5人に売るでもいいですし、それこそ自己アフィリエイトでもいいし、FX でもいいでしょう。まあそういったちょっとの努力から始めていって、その積み重ねが、まあ自分をね、とんでもないところに運んでくれるんじゃないかなと。イチロー選手だって、ホームランやファインプレーの実績のその裏にはね、やっぱり一回一回の素振りの積み重ねとか、一回一回の、なんかノックのね、練習の積み重ねとか、一回一回のジョギングの積み重ねや、一回一回の食事とか健康管理の積み重ねが、グラウンドという大舞台で花開くだけであって、氷山の一角なんですよね、見えるのは。あそこで、イチローさんのファインプレーの裏に、球場で見せてないファインプレーが、やっぱり山ほどあると思うんですよ。もう私もね、全然表現してない稼ぎ方とか、大きな実績っていうのが、いっぱいあると思うんですよね。そういうのいちいち見せてらんないのと、見せたいんだけども、もうそれだけで生きてるわけじゃないんで。だから、いいとこばっかり見せたいなと思いつつも、そうじゃないところを見せながらね、進んできてるわけですけどね。まあ、どうなんですかね。今回のタイトルは3っていうタイトルですけども、月に3万円、いやいや、月に3000円でいいからコンスタントに稼ぐみたいなことってのは、どうですかね、できないんですかね。そこから始めてみてはいかがでしょうか。いってらっしゃい。